前年に本見立てを終えた御柱用の8本のもみの巨木は伐採の日を迎えた。直径1メートルあろうかという秋宮一の御柱を筆頭に次々に切り倒される8本のもみの大木。顔を向かれ大平花子場の御柱置き場に引き揃えられ山出しの日を待つことになる。田中場近くを流れる清流で禊をする若者、祭りの無事を祈る。下社は1日目に3本、2日目に5本と各市町村別に引き出す習わしになっている。下社の御柱は上社の御柱と違い目どてこはない。田中場の御柱置き場からおよそ3キロ、半井倉の集落までの間、御柱はひたすら引き続けられる。いよいよ下社山出しのハイライト、木落としの瞬間である。高さ100メートル、最大傾斜40度、上から覗けばほとんど断崖絶壁のこの坂を命知らずの氏子衆を乗せ一気に御柱が滑り落ちる。坂下の河川敷を埋め尽くす大観衆はこの一大スペクタクルに息をのみ手に汗握る。そしてどんな演出をも拒むかのような巨大な竜神の姿に人々は神の異なる自分を認識するのである。こけて暗くなってくる。あともフラッシュの頼りです。Thank you.
この一大野外劇を演じた8匹の巨大な龍神は山出し最終地点締めかけの御柱置き場まで残り1キロの旅を続け、全国に類例を見ない得意な祭り御柱、